皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうもしもむでございます。本日はですね12月22日の金曜日でございます。まあ、つまり明日出す動画ですね。明日この動画は出てます。何をしてたかと言いますとね、もう私は今年やることは一つしかないんで、チャンネル登録を増やさないといけないので、チャンネル登録を増やしに、今回はですね小倉駅、私の地元北九州小倉駅で声をかけて今帰ってる途中でございます。今回はですねスタート時点が772人からスタートして、チャンネル登録してくださいって声かけて、今現段階で807人です。つまり800人超えました。プラス35人、今日1日で収穫、しました。今日チャンネル登録してくれた方々は本当に、ありがとうございます。今年まではね我慢していただいて、本当に嫌なら来年解除していただくっていう、皆様契約ですんで、約束は守ってください。まあ疲れましたね。まあでも本当にねありがたいことなんですよ。チャンネル登録していただくっていうことは本当にありがたいことなんでね、まあいろんな方に声かけてます、正直なところ。まあこの動画撮ろうかなと思ったけど、もう一回、天神編で撮ってるからね、流れは一緒だから、まあ、撮っても仕方ないなと思って、撮りませんでしたけど、だから今回、こういう帰ってるちょっとねところので喋らせてもらっております。いやーもうだからね、まあ、やってることはね、ナンパなんですよ。女性に声かけるときはね、もうナンパですよ。ナンパなんてさ、俺本当東京行った最初の18で東京行きましたけど、まあ、10代の時はさ芸人仲間でさ一緒にやった記憶はありますけど、もうそれ以来ですよナンパっていう感覚。だから俺31でしょ、もう11年ぶりぐらいのそういう、知らない人に声かけるっていう、行為なんですよ。で俺女子高生とかにも声かけてますからね今。だから女子高生からしたらさもう恐怖だよね、31のおじさんにさ、ちょっと時間いいですかって言われるんだから、いや恐怖だと思う。まあかける俺もさすごいと思わない、この勇気。女子高生にさ、1分くださいって言ってるんですよ。でももう俺はもうさ、そんな人を選んでられないっていうかね、でもねやっぱ若い子の方がね協力的なんですよ。非常に協力してくれるんで、ちょっとね、声かけてますね。まあこれちょっと先に言っておきます。一つね自分の中のルールとしては、一人でいる人には絶対に声かけないっていうルールでやってるんですよ。絶対二人以上じゃないと、やっぱり怖いじゃないですか。一人、だった時に声かけられたらね、だからね、そういう本当にね、久しぶりのなんだろう、やっぱりもううん、毎回いろんな人に声かけますけどドキドキですよね。毎回やっぱ気合い入れて声かけないと、やっぱりね勇気がいりますよ本当に。今日起きたハプニングとしてね、女性組って2人組の女性がいたんですよ。でね声かけたんですよ、すいませんって。でその人たちがね、さっきチャンネル登録 しましたって言ったら、同じ人に俺声かけてるんですよ。もうそんぐらいね、ごめんなさい、いろんな方に声かけてるからね、もうわかんないんですよ。その子たちには本当に申し訳なかった。もう一回、おっさんが近づいてきて声かけられるんだもんね。でもその子たちは本当チャンネル登録してくれた子たちだったからね、本当にありがとうって、言いたいですよね。本当にね、感謝してるっていうのを伝えたいっていう動画です。だから残り今のところ193人か、まあここからちょっとまた家帰ったら減るだろうけども、まあまあ200人、まああと今日が亡くなったらあと9日で、まあ本当にやっぱりこういい大人がさ必死にさもがいてる姿をさ見せますよ。私言いましたもんね、
ダサい姿も、かっこ悪い姿も見せますと、これが私の YouTube ですと、下村直樹の生き様を見せますと言ったんでね、最後まで、戦ってる下村直樹を見せますんで、最後は皆様、笑って、今年終わりましょう。そしてね、来年も笑って、お互いに迎えられるように、残りちょっとですけど、皆様、楽しい日々を過ごしていきましょう、という報告でございました。じゃあまた、この間にまた何日か後にはちょっと街に出て、どっかで、声かけると思いますんで、声かけた方はよろしくお願いします。じゃあ本日はこんな感じで終わりたいと思いますんで、皆さんも面白ければ、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。本日も明日。